第一です。今回からですね、暁大附属高校のサクセスをやっていきたいと思います。まあ、今回からって言ってもね、これ今最初からになってるけど、一回途中まで暁大附属をやってたんですが、データを確認したら僕の声が入ってなかったんですよね。なので一旦消してまたやり直そうと思います。で、まあ暁大附属を、選べるようになってるんですね。1回目と同じように大橋くんっていう名前にしたいと思います。はい、大橋くんとなりました。いや、まさか僕の声入ってないと思ってなかったんで、いや、確か2月ぐらいまで進めてたんですよね。2月ぐらいまで進めて、で、まあ133キロでシュート3つ覚えて、いや、で、チェンジアップかな、まあ投手で作ってて、まあそんなバロメーターでなってたんですけど、で、まあコントロール D まで行ってたんですけど、声入ってないじゃん、もうどうしようもなかったんで、これは取り直そうと思います。どうしようかな。これは1回目と同じように僕で行こうかな。1回目僕で行ったんですけどね、暁大附属のちょっと変えて Y にしてみます。Y にしたらどうなるんだろう。関西弁になるのかな。まあ、やろう。Y の名前は大橋。子供の頃から野球一筋の野球が大好きな少年や。夢の甲子園を目指すために甲子園常連校の暁大附属を受験し、なんとかギリギリで入学した。あれ、そのユニフォーム。君も野球部に入るのかい。おいら、矢部明夫でやんす。よろしくお願いするでやんす。こちらこそよろしく。高校に入って早々にクラスの野球部の友達ができるなんて幸先がいいで。よし、甲子園目指して野球部でも頑張ったるで。Y の高校野球人生が始まったかに見えた。まあこれ、矢部くんがパワフル高校の頃はなんか、まあ一応ユニフォーム着てるけど、いや、野球部に入るっていう感じではなかったんですよね、矢部くんが。今回はもう入る気でいるみたいですね。矢部くん、野球部のグラウンドはここみたいやよ。なんかいっぱいいるでやんすね。これみんな野球部の入部者なのかいな。全員注目、私が監督の仙石忠だ。我が野球部は甲子園常連校だ。野球部に入った以上は甲子園出場し全国制覇を目指していくことになる。すごいでやんす。甲子園でやんすよ。全国制覇でやんすよ。うん、そこでだ。今から我が暁の野球部にふさわしい力があるか入部テストを行う。え、野手ならバッティング、投手ならピッチングをテストする。なんなんでやんすか。もしかしてテストに合格しないと入部すらできないんでやんすか。どうやらそうみたいやね。1時間後、次は大橋だ。用意しろ。はい。大橋くん頑張るでやんす。絶対に合格するでやんす。君たちに入部試験なんて無意味だね。下手くそはおとなしく草野球愛好会でも作った方がいいよ。今回あれですね、碇くんがチームメイトとして出てきますね。何、誰や君は。僕は碇守る。暁中から推薦でここに来たんだ。暁の野球部には君たちみたいな遊び半分の一般生徒じゃ話にならないよ。なんだと。そんなのやってみないとわからないじゃないかいな。なんかおかしいな。やるまでもないよ。全くそんなこともわからないのかい。ほら、お前たち、そこで何をしとるか。大橋、早く来い。あ、はい。よし、じゃあ相手は僕がやりますよ。ほう。確か推薦できた碇か。面白い。いいだろう。え、なんで。お
前も1年じゃないかいな。やってみたらわかるんだろ。君がお呼びじゃないということを教えてあげるよ。よし、じゃあ始め。じゃあ行くで。何く、うわ、レフト線のフェア。今のはなしでもう一度お願いします。いや、もう十分だ。じゃあ不合格ですか。いや、合格だ。え、なんだか知らないけど、やったー。センター方向ホームランのバッチリの、あ、タイミングはバッチリだったはず。それを振り遅らせたということは球威が予想を上回ったということか。大橋、いや、考えすぎか。よかったでやんすね。オイラもなんとか合格できたでやんす。矢部くんも合格したんやね。これで一緒に野球ができるで。なんか関西弁はおかしい気がするな、大橋くん。さーて、うわー、これは今ステータス見たけどひどいな。コントロール G かよ。シュート一応1個覚えてるけど、これはひどいな。でスタミナがいいか。これはそうですね、コントロールはまず上げたいと思います。全員集合。新入生にキャプテンの一ノ瀬から挨拶がある。一年生諸君、ようこそ暁野球部に。僕は3年のキャプテンの一ノ瀬東也だ。おー、イケメンですね、一ノ瀬先輩。あの人がキャプテンでやんすね。うん、なんかかっこいい人やね。君たちにはまず2軍で体を作ってもらう。え、1軍と2軍があるんでやんすか。もちろん実力のある選手は1年でもどんどん1軍に上がってもらう。以上、各自練習開始。なるほど、実力が認められればいいんやね。でもどうやったら認められるんでやんすかね。入れ替えテストで合格するのが手っ取り早いな。あなたは。俺は2年の四条健二だ。四条先輩、入れ替えテストって何なんですか。ああ、入れ替えテストっていうのは年に数回1軍と2軍を実力によって振り分けるテストなんだ。それに合格なら1軍、不合格なら2軍に落ちることになる。じゃあオイラたち2軍は落ちることはないでやんすね。それはどうかしら。2軍で成績が悪かったら退部させるって監督が言っていたわ。げ、君は確か隣のクラスの四条すみかちゃん。今日から私野球部のマネージャーになったの。なんで自分が野球部のマネージャーなんかに。ん、四条。ああ、すみかは俺の妹だよ。げ、やっぱり。確かによく見たらなんとなく似てるでやんす。すみかと試合みたいだね。ちょうどよかった、妹と仲良くしてやってくれよ。それと君たちが一軍に上がってくるのを楽しみに待っているよ。じゃあ。なんかイケメンな先輩多いっすね。え、どこに行くんですか。グラウンドはこっちで。ああ、俺たち一軍は向こうの専用球場で練習なんだよ。え、球場がまだあるんですか。そうだよ。すごいでやんす。おいらも専用球場で練習してみたいでやんす。うん、頑張って早く一軍に上がるで。おお、なるほど。すみかちゃんの知的な感じもいいですね。やっぱり暁のユニフォームはいいね。なんかすごく上手くなった気がするで。お情けで野球部に入れてもらったってのにっていうのにのんきなものだな。あ、怒り。まあ君は3年間ずっと草むしりでもしてた方がチームの役に立つよ。なんだよ偉そうに。俺はすぐにレギュラーになってやる。君がレギュラーだって笑わせないでくれ。暁のレギュラーは僕みたいな天才選手にこそふさわしいんだよ。てめえら1年坊主が何言ってるんだ。10年早いんだよ。あなたは。俺は2年の二宮瑞穂だ。言っておくか、俺は中学レベルでいい気になってるやつが大嫌いなんだよ。特に怒り、お前
前みたいにな。この僕が中学レベル。じゃあ試してみますか。なんだと？いい気になるなよ、怒り。まあいい、グラウンドに出ればわかることだ。ああ、行っちゃった。なんか怖そうな先輩だったな。ああ、あの先輩の手、保守か。しかも相当の選手だな。いかがにもあんまり先輩を挑発しない方がいいよ。うん、大きなお世話だよ。お前たち、二宮を挑発するなんて度胸あるやないか。え、関西弁、お前もやけどな。俺は2年のつくも空ゆうんや。今の異性は変えるな。今年もおもろそうやな。ま、練習もその息で頑張れや。じゃあな。なんかひょうひょうとした人だったな。今の先輩も相当な練習の後が。なるほど、確かに面白くなりそうだな。え、僕は行くよ。練習に遅れる。おい、待てったら怒り。そこの先輩も関西弁か。あ、そや、そうだったな。かぶっちゃったな。違うのにすればよかった。いや、前、僕っていう風に自分のことをやってたんですけど、僕でやるとなんかちょっと敬語で、矢部君のデアンスとかぶるからね、喋りにくかったんだよ。新入部員集合。よし、今日は一軍のグラウンド見学に行くぞ。わあ、すごい。ここが一軍の練習グラウンドかいな。すごいでやんす。客席もあるでやんすよ。大橋、やべえ、どうだい一軍のグラウンドは。あ、一ノ瀬キャプテン。オイラたちの名前を知っているでやんすか。ああ、入部テストの時にね。それより二軍の練習には慣れたかい。はい、だいぶ慣れました。そうか。じゃあいい機会だし、僕が一軍の練習を案内しよう。本当ですか？やったー。一ノ瀬先輩、いい感じの先輩ですね。わあ、さすが一軍。みんなすごくハードな練習をしてますね。ん？1212。あそこは何をやっているん？あれ？やっているん？急にタメ口ですか？ああ、あれは筋力トレーニングのバーベル上げだよ。2軍の筋トレより格段にハードそうでやんすね。あれかな？やっているんって一ノ瀬先輩がああって食い気味で喋り始めたんかな。ちょっと矢部くん、よく見てよ。なんかあそこの2人だけバーベルの大きさが他の人より倍以上大きいよ。バーベルあと1000回じゃ。なんの、俺はあと200回ね。え、あ、200回じゃない、2000回やった。2000回言い間違えたらあかんな今のは。え、2000回ってあいつらまた張り合っているのか。しょうがないな。あのすごい人たちは一体誰なんですか？大きい方が3本松はじめ、そしてサングラスをしてる方が7位アレフトだ。ハーフの人かな。どちらも2年で1軍だよ。道理ですごいと思ったでやんす。1軍の中でもパーなら彼ら2人の右に出る者はいないな。一ノ瀬キャプテンを除いてはね。あ、あなたは。僕は2年の六本木勇気。なんか優しそうな人だな。六本木先輩でやんすか。守備位置はどこでやんすか。あ、しまった。危ない、六本木先輩の後ろからボールが。おお、振り向きざまに受けた。ごめんよ六本木、大丈夫だったか。ああ、なんともないよ。でも気をつけてくれよ。すごい、後方からの球なのに反応するなんて。まだ会話の途中だったね。守備位置はショートだよ。それじゃあ僕は練習の続きがあるので、これで。彼は一軍の中でも一番の犬種だ。すごいでやんす。一軍はみんなすごすぎるでやんす。頑張れば君たちもすぐ一軍になれるよ。はい。
よし、矢部君、俺たちもやるぞ。2軍のグラウンドまでランニングや。ガッテンディアンス。頑張れよ、大橋、矢部。それと、すげえ、あの新人試しに投げさせてみたら145キロも出てるぞ。2回か。なんか一ノ瀬キャプテンだいぶ買われてるみたいですね。大橋くん、矢部くん、碇くんは、まあ碇くんは納得なんだけど、大橋、矢部はどうだろうね。